こんにちは、親パンです。めちゃくちゃ売れているエコフローポータブル電源リバーシリーズが2年ぶりフルモデルチェンジしてリバー2マックスをこの10月25日に発売します。エコフローさんからお借りしてレビューします。近年台風や大雨などで停電災害が年々増えている現状、万一の備えでポータブル電源に関心のある方はぜひ最後までご視聴ください。まず製品を紹介する前に、エコフロー社ってどんな会社？ドローンで有名な DJI 元エンジニアが2017年に設立した中国の会社です。現在は小型、大型のポータブル電源、発電機、住宅やキャンピングカー向けの電源モジュールを販売。ちゃんと日本に営業拠点、サポートもしっかりしているので、購入してからも安心です。まず、持って思ったことはめちゃくちゃ軽いです。重量が6キロ、リバーマックスが 7.7 キロなので 30% ほどね軽くなりました。見た目も一新されて使い勝手が良くなりましたね。もう一つ大きい点は 100V コンセントが以前は側面だったんですが前面に集約された点が大きいです。正面に置いた時コンセントを挿すのが少し面倒だったんです。リバー2マックスは正面とこちら裏面の2箇所になったのですごくね扱いやすくなりました。では各部分の紹介です。こちら USB-A 端子が3つ、 100W まで使える USB-C 端子が1つ、そしてこちらシガーソケット、使ったことないですが DC5521 の端子が2つ、 AC コンセントが4つ、裏面ですが電源端子とソーラーパネルの入力端子ですね。付属品は電源ケーブル、車のシガーから充電するケーブル、 DC5521 ケーブル、日本語説明書。リバー2 MAX の特徴、バッテリー容量が 512Wh、 全機種のリバー MAX が 576Wh、 容量が少し減りましたが、このリバー2 MAX、 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載になりました。充電回数も3000回以上、1日1回使用しても10年使える計算です。ポータブル電源やキャンピングカーのサブバッテリーに使われている安全で高性能なバッテリーです。2つ目、定格出力 500W で最大 1000W までの家電製品が使えます。これすごいんですが 0% から 100% までの充電がなんと1時間で完了します。リバーマックスなら2時間かかっていましたけど、このリバー2マックス実質2倍速くなりました。では実際に充電速度が本当に1時間かどうかね検証してみたいと思います。バッテリー残量が 0%、 一応比較用にリバーマックスを用意しました。2台同時に充電したいと思います。開始。充電が終わりました。リバーマックスは1時間で約 80% 充電して、あとねあと40分かかります。これめちゃくちゃ早くないですか。当日ね出かける時にうっかりね、あ忘れてたと言っても準備する1時間ぐらいで満充電ができるっていうのは本当にすごいなって思います。では実際にねこのリバー2マックス使ってみたいと思います。さあ出発。3年ぶりナッツ感謝祭行ってきます。ナッツ RV 感謝祭、はい、3年ぶりのねえ、うん、やっぱお祭りやからね、ねえ、うん、
ちょっと残念なところがあります。一つ目はリバーマックスは定格出力が 600W で最大 1200W までの家電が使えてたんです。でもバッテリーがリン酸鉄リチウムに変わって定格出力が 500W で最大 1000W までの家電製品が使えるのですが、こちらですね、定格出力が 1200W のドライヤーなんですが、このようにね落ちてしまいます。リバーマックスであればこのまま動かすことができます。これがねちょっと残念。全機種同様 1200W の家電が使えてたら超ナイスだったんですが、リン酸鉄になったせいでしょうかね、これがね唯一残念。もう一声頑張ってほしかった。それ以外はね明らかに進化しています。圧倒的に重量が軽くなって持ち運びが便利になり、充電回数もね3000回以上使えるっていう点においてはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、唯一この X ブースト機能最大 1200W まで使えてたら最高でした。まあそれでもねドライヤー使わなければ IH コンロケトルとかでお湯も沸かすことができるので、問題ないっちゃないんですけどね、車内でねドライヤー使いたいと言った場合は風量をね下げて使わないといけないっていうのが唯一残念だと思います。ここまでご紹介しましたが、最後にエコフローリバー2シリーズの製品保証は2年ですが、エコフロー公式ウェブサイトでユーザー登録すれば無償で最大5年間になります。もちろんサポートは日本で受けれるのでめちゃくちゃ安心です。車中泊、アウトドア、万一の災害時や停電に役立ち、 1000W までの家電製品が使えるポータブル電源エコフローリバー2マックスのご紹介でした。この動画が参考になった、良かったと思われた方はぜひ高評価ボタン、夫婦で車中泊、キャンピングカー旅、車中泊について役立つ製品の紹介をしていますので、ご興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。親父パンダでした。